ソプラノの重原奈美です。伴奏は小野寺美希さんにお願いいたしました。小野寺さんは静岡オペラ国際コンクールの1次と2次予選で弾いていただきまして、伴奏合わせの時にすごく明るくて私の緊張を取ってくださって、そしてお酒が好きということで福島のお酒美味しいねとかそういう話もしてくださって、すごく緊張が取れてもう一度お会いしたかったんですね。それで今回ぜひ弾いていただけたら嬉しいですということでお願いさせていただきました。はい、実は私は小さい頃とても恥ずかしがり屋で、小学校の 1,2 年生ぐらいまでは学校にも行きたくなかったんですよ。なんですが小学校3年生か4年生ぐらいに学校の合唱部に入りまして、でそこの先生がものすごくアクティブな先生で、自分でピアノを弾きながらバンバン歌う先生で、うわーかっこいいなと思ってすごく憧れて、そしてさらに合唱曲の中でもソロがあると任せてもらえるようになったりとか、なんかもうあの時は歌うことが楽しくてしょうがなくて、で一応5歳からピアノをしていて、である日ピアノの発表会にその方は私の一番初めの歌の先生なんですけども、その方がドレスを着て歌ってらっしゃるのを見て、まあそれはそれは美しくて華やかで夢がある世界で、で、私もこういう風になりたいなと思って、それがきっかけで自分から声楽を始めてみたいって言ったんですよ。それが13歳の冬でした。なのでちょっと昔からちょっと早いねとか言われるんですけど、でもその時期から一人で歌うっていうことにちょっと憧れて声楽を始めました。それで今に至るという感じです。そうですね、オペラに特化するっていうよりは歌うことがただ楽しくて、でみんなで歌う合唱も楽しいけれど、一人で綺麗なドレスを着て歌ってみる、見たいな、歌える人になりたいなと思って、それがきっかけですかね。母がすごく歌が上手だったんですよ。で高校も合唱部で独学でバタフライを歌うような人で、で音楽の先生が家まで来て、私の祖母にもう10年に一人の生徒だからぜひ音大に行かせてくれって言ってたんですね。ただそれは叶わなかったんですけど、母が社会人なってもその地域の混声合唱団に入っていたので、小さい頃からよくその稽古に行って合唱を聞いたり、あと夜にベランダで母と二重唱したりとかしてたんですよ。そういうのがきっと今につながってるんだなって思います。そうですね、やっぱりだんだん歌を本格的にやるにつれて、やっぱり先生からもこういうコンクールがあるから出たらどうかっていうお話をいただいたり、で自分もちょっとこうやる気が出てくるんですよね、コンクールがあると。なのでもう小さい頃から夢は音楽に関わる人だったので、でピアノを入れながら、ピアノではないかもしれないなって自分で思っていて、で歌を始めた時に、これだと思うってやっぱり思ったんですよね。なのでやっぱり歌を続けていくには、そうやって自分の力を試したり、コンクールに向けて一つの曲をこうきちんと仕上げるってすごく大事だと思うので、そういうものをやっぱり勉強していって、さらに将来っていう思いがありました。はい、ちょうど静岡の国際オペラコンクールを受けた時は妊娠5ヶ月でお腹の中に子供がいたんですよ。でコンクールの応募は5月で結構早い時期だったんですけど、その後から分かりまして、でこれは
どうしようかって悩んだんですけれども、でも体調も良かったですし、それに向けて準備はしてきたので、これは受けようと思って、イタリアから日本に飛びまして、でまず着いた時にすぐにボランティアの方が迎えに来てくださって、なんて親切なコンクールなんだろうと。でこのピアニストの方と合わせをこんなに取ってくださるコンクールってやっぱりないと思うんですよね。で1次が終わって、その次の日は休みで、また2次予選があって、で本戦までもう少し時間があって、もう自分の中でできなかったことを消化したり、もう一回きちんとやらなければならないことを頭の中で整理して、自分で集中する時間がすごく取れたんですよ。でなのでこのコンクールは、まあ、お腹の中に子供がいたというのと、あとコンクール環境があまりにも素晴らしくて、で皆さん本当に優しくてですね、でそれでもう本当に いつも思い出します、忘れられなくて、でとても嬉しかったのが、受賞者コンサートの時にボランティアをしてくれた方が聞きに来てくださって、で手紙をいただいたんですよ。でその手紙にすごく励まされて、ちっちゃなプレゼントも入っていたんですけど、それも今も大切に持ってます。あったかいですね。なんかすごく親切で、何なんでしょう、初めて行ったのに初めてじゃないみたいな不安が、一人でやっぱり練習して考えたりすると煮詰まる時もあるんですけど、それをなんかボランティアの方とちょっとお話ししたりすると、なんかスーッて取れていくんですよね。だからコンクールなんだけれども、なんかちょっとこう故郷に一瞬帰ったみたいな気持ちになったり、まあ、ただずっと緊張感はやっぱり続いてましたけど、でもその中で自分の中でこう気持ちの切り替えができたっていうのはとても大きかったと思います。イタリアでコンクールを受けて本選まで行った時に、韓国人のソプラノと知り合って、その子が、第何回か覚えてないんですけど、私静岡県のこういうオペラコンクールに出たのって言って、で本選まで残った方だったんですよ。でやっぱりみんな知ってるんですよね、このオペラコンクールのこと。で彼女がすごく誇らしげだったんですよね、やっぱ本選に残れたってすごいことじゃないですか。なのでそういう姿を見て、で自分もこのコンクールに出て、改めてこのコンクール の大きさを知りました。再確認しました定期的に、まあ、私アジェンツに入っていないので、エージェントに入っていないので、劇場でこう歌って契約するっていうことはしてなかったんですが、定期的にこうちょこちょことコンサートは入っていたんですが、それが一切なくなって、でやっぱりもうどこの劇場も閉まったんですよ。でこの未知のウイルスっていうので、初めはもうみんなすごく怖がって、でイタリアに10年住んでますけど、イタリア人がマスクをしている姿初めて見たんですよ。でイタリア人ってもう人に会うともうハグして握手して肩もポンポン叩いて、もう男女関係なく、で頬にこうキスをしてっていう人たちなんですけど、もう距離が空いちゃうんですよね。でこんにちはって挨拶して、元気って止まって話はするけれども、一定の距離があって、で私なんてもうふってもう忘れちゃう瞬間があって、あこんにちはってこう握手しちゃうんですけど、なんか肘でこうやってやられちゃったりとか、だからみんな相当怖かったと思いますね。でやっぱりアレーナで歌ってるような歌手でも契約が十何個キャンセルになったとか、だからコロナでアレーナのオペラもなかったんですよね、その時期は。だけど、まあ、一応8月ぐらいからヴェルディフェスティバルとかプッチーニフェスティバルとか、その夜だけでヴェルディとかプッチーニの曲を集めて歌うっていうコンサートがあって、一度聞きに行ったんですよ。でその時に久しぶりに生のオーケストラ聞いて、もうすごい鳥肌が立って、やっぱり涙が出そうになりました。いいですね。生はやっぱり、まあ、皆さんリモートでコンサートしたりすごく頑張ってらっしゃいますけど、やっぱり生に勝るものはないなと思いました。あ、そうですね。あの時は
みんながこう一つになって乗り越えようっていう気持ちがすごくあったじゃないですか。でもなんか今回のコロナはなんと人と人との関係が分断されていくのをすごく感じて、でやっぱり家族にも会えない、でやっぱりイタリアってクリスチャンの国なので教会に行ってお祈りする人すごく多いんですけど、あのことごとくあのイースターとかクリスマスのミサとか大事なミサがなくなって、でイタリアって家族をすごく大事にする国なんで、家族が集まって食事をするってすごく大事なことなんですよね。あのおじいちゃんおばあちゃんおばさんみんな集まって15人とかものすごい数で、それもできなくなりましたし、ものすごく行動が制限されて、隣町にお買い物に行くにもあのアウトチェルティフィカツヨーネって言ってどこどこに行きますっていう、そういう証明書を持っていかなきゃいけないんですよ。その持参で行ったりとか、もうお店もいろいろ閉まりましたし、で本当に一番初めのロックダウンは町から本当に人が消えたんですよ。もう子供ってやっぱりずっと家にいられないじゃないですか。でお散歩に連れて行きたくても連れて行けない、家から50メートルぐらいしか出れなくて、だから結構苦しいというか不安でしたね。イタリアのロベレートというところでトスカのカバーをやったことがありまして、あの小さな町で劇場も5、600人ぐらいで、そんなに大きい劇場じゃないんですけども、私としては初めてそういうオペラのプロジェクトに参加したということで、でさすがイタリアだなというところは、その日どういうあの予定なのかわからないでちょうどその時あの10日間合宿みたいな感じで、あの 谷のそのロベレートの谷なんですかね、あのちょっとホテルがあってさらに上の方に行くと稽古場があるという感じで、あの歌い手とか指揮者集まって車こう分けて乗ってみんなで行ってっていう感じだったんですけど、そこであの本キャストが歌って、で私は、まあ、皆さんがやってることを見てこうメモしたりしてるんですよね。そして、まあ、たまに、まあ、じゃあダブルキャストっていうかあのカバーの方もじゃあ演技つけてってやってくださるんですよ。でやってで、まあ、本番を迎えますと。そしたら本番の午前中にあのカバーの音楽稽古みたいなのあのプロはイタリアなって言って楽譜見ながらやるんですけど、それを やると言われて、でぶっつけ本番で指揮者の合わせは1幕しかしてないんですよ。なんですけどぶっつけ本番でいきなりオーケストラとやらされてなので、まあでぐちゃぐちゃになっちゃうところもありましたけど、でもなんかもうイタリアのオーケストラでトスカを1本歌えたというのはあのすごくいい経験になりましたし、で その本公演では私はあのテレームとか合唱で参加させていただいて、でしかもちょうど娘も連れて行ったんですね。その時もう誰も娘とかあのおばとか使っても家族総出で、なんかも私のために皆さん頑張ってくれたんですけども、その時にちょうどじゃああの娘さんデビューさせようかって言ってくださって、テデウムの時にあの私娘を抱っこして合唱乗ったんですよ。もうその日でもういいじゃんいいじゃんって言ってくださって、で急に合唱乗ってって言われたんで衣装もないんで、まあ、衣装はスカートはあったと、ただ上がないからもう急いでその辺の、ショッピングセンターに行ってあの白いブラウスを買ってまあ小さいプロジェクトなんで、まあ、協力し合いながら、そうですね、あの結構あのヴェルディにあの声が合うんじゃないって言われることが結構多くて、でヴェルディの初期ってすごくアジリタが多い曲がよく あるんですけども、あの、まあ、私みたいな重めの声でもきちんとアジリタが歌える、ヴェルディが歌える歌手になりたいなと。でやっぱりあのこれから年齢も重ねていきますので、その自分の年齢と経験とあの歌に深みが出て いけるようなその経験や、まあ、子供もいたりとか、そういう日々の暮らしの中で得たものがきちんと歌に出るような、そういう歌手になりたいなと思います。
1曲目にお送りいたしますのは、モーツァルト作曲フィガロの結婚より愛の神様安らぎを与えてくださいです。このフィガロの結婚というオペラはロッシーニのセビリアの理髪師の続編でありまして、ロジーナは伯爵夫人として登場します。たった1日の物語なんですが、さまざまな出来事が起きまして、で、まあ、最後はハッピーエンドで終わります。でこのオペラの中でアルマビーバ伯爵はフィガロと結婚するスザンナをちょっと狙っていまして、どうしても一夜を共にしたいと主役権の復活に向けて動き始めます。その一方でコンテッサは夫の愛が自分から離れてしまったことを嘆き、この愛の神様安らぎをお与えください、私の大切な人をどうぞ私のもとに返してください、さもなければ死をお与えくださいと歌います。2曲目にお送りいたしますのは、アリーゴ・ボイト作曲メフィストフェレよりいつかの夜暗い海の底にです。このオペラはゲーテのファウストを原作としており、ボイトが台本と作曲を手掛けました。ボイトはヴェルディのオテッロやファルスタッフの台本も手掛けており、この時代のイタリアでは重要な人物だったと言えます。ファウストは悪魔メフィストフェレに永遠の若さと感動の喜びと引き換えに自分の魂を売ってしまいます。そして
若くて純粋なマリガリータを誘惑します。これから送るするアリアはマリガリータが暗くて寒い牢獄の中でファウストとの間にできた子供を溺死させ、そして母親を毒殺した罪で半狂乱になりながら歌うアリアです。